注目。ゆっくりしていってね。さて、今回は日韓問題なので私が解説していくわね。なあ霊夢、ノーベル賞なんてその国の話題で日本と韓国の間の問題にはならないんじゃないか。まあ、普通はそう考えるわよね。でもこと韓国に関してはそうはいかないのよ。なんでだ、ノーベル賞を日本人が取ったってそれは日本のことで韓国には関係ないじゃないか。彼らはそう考えないから日韓問題になっているのよ。なんかいまいちピンとこないぜ。まあ、そのあたりは本編で解説していくわね。それで、ノーベル賞がなんで日韓問題になるんだ。突然だけど問題よ。日本人のノーベル賞受賞者って何人くらいいるかわかる？ん？よくわからんが15人くらいか。日本国籍の受賞者が24人で、日本出身の受賞者が2人ね。へえ、結構いるんだな。でもそれが今回の問題とどう関係するんだ。普通は、そういう感想になるし、そこに注目する人なんてほとんどいないわよね。でもね、日本国籍の受賞者が24人、日本出身の受賞者が2人、という数字、韓国人は知っている人が多いのよ。は、ちょっと意味がわからん。韓国の受賞者じゃなくて日本の受賞者の数を知っている人が多いのか。なんでかというとね、韓国ではここ十数年間ずっと日本が受賞するたびに日本人が何人受賞したか、を繰り返し記事にしているからよ。こんな感じでね、記事では、科学賞受賞者が一人も出ていない韓国としては日本を羨ましく感じるしかない、とか、我々が依然として日本から学ぶべきことが多いことを見せている、とか書いているでしょ。ああなんだ、これまでのことがあるからなんかネガティブなことかとちょっと警戒したが、素直に祝福してくれているんじゃないか。人数まで正確に知っているってのはちょっとあれだけど、まあいいことじゃないか。マリサ、これまでの日韓問題の解説を見てきて何をそんなにのんきなことを言っているのよ。それだけ、なわけないでしょ。いや待て霊夢、なんかすごく嫌な予感がするから帰っていいか、いいよな。ダメに決まってるでしょ。それでね、韓国では日本と韓国のノーベル賞受賞の数をことあるごとに比較していてね。ちょっと古い記事だけど、この朝鮮日報の記事にあるように、受賞数をスポーツのスコアに例えて比較して、日本がやっているんだから自分たちも同じことをやるべきだ、としていたりするわけ。まあ、なんかスポーツのスコアに例えるのはいろいろ違う気がするが、これくらいならいいんじゃないか。霊夢が変なこと言うから無駄に警戒してしまったぜ。それでね、記事の後半ではこうも書いているわ。14加速器をノーベル賞製造機、と呼んで、自分たちも同じことをするべきだと示しているの。いやいやいや、ちょっと待て。これじゃまるで韓国は科学の探求、じゃなくてノーベル賞受賞のため、に研究を推進しているみたいじゃないか。しかも日本が受賞しているから、という理由で。その通りだけど、おかしいだろ、韓国人は科学をなんだと思ってるんだ。さらにね、韓国が受賞できないのに日本が受賞できるのはなぜだ、という方向に考えて、こんな風な結論を出している人も多いわよ。去年の記事なのだけど、日本でノーベル財団と共同開催のノーベル、プライズ、ダイアログ東京2017、というイベントが開かれたのね。それを見た彼らは、この3年間に日本の科学者の受賞が急増したのは、科学者の業績の他にも日本政府と学会の支援もあったはず、と考えたの。要するに、日本の政治家や学者がノーベル財団に接待、をしているから受賞数が多いのだとね。いやおかしくね、審査の場所が違う上に主観でどうとでもなる平和賞や文学賞と違って。科学賞って実際に相応の評価がないと無理だから、多少バイアスがかかることはあっても実績は相応に存在しないと無理だろ。そうなのよ。でも彼らはそうは考えなかったらしくてね、日本人が受賞しているのに自分たちが受賞できないのはおかしい、と考えて、ノーベル財団にロビー活動をしまくったみたいなのよ。それ意味あるのか？韓国が今でも受賞できていないことが答えよね。なあ霊夢、科学って10年失敗し続けて1回成功結果が出せるみたいな世界だろ。地道に研究を続けるしかないはずなんだが、韓国はそれに気づかないのか。一応、
韓国は日本人も含めてノーベル賞の受賞者を何人も呼んで、どうやったら受賞できるか、を何度も何度も聞いているみたいだけど、大抵の場合、受賞するために研究をするのではダメだってことと、失敗しても研究を続けることだってことを、やんわりと、言われ続けているのね。じゃあなんてこんなことを続けているんだ。過去動画で、韓国独特のおかげ、と、せい、というテーマをやったでしょ。あの中で説明しているじゃない。確か、良いことは自分のおかげ、悪いことは他人のせい、と考えたり、問題が起きると自分の行いすら他人のせいにしてしまう特徴だっけ。そうそう。それでね、その韓国的価値観によって、招いた受賞者からさっきみたいなことを言われると、大半の人が自分はできているが周りが悪い、と考えて、そこで終わってしまうのよ。それと過去動画の韓国のパリパリ精神も関係しているわ。科学とは直接関係ないのだけど、記事にもあるように韓国って老舗が極端に少ないのね。その理由として韓国人が何年も食堂などを続けていると、あの店は100年も頭がいい子供が出なかったのか、と考えるそうなの。要するにエリートを目指すってことか。なら学者になるのもエリートを目指すの範疇に入るし、この職人軽視は良くないが、ノーベル賞問題とは相性が良い気がするが。それがそうでもないのよ。次にこれを見て。こっちの記事では時事通信の記者として何年も韓国に滞在していた室谷氏が、韓国では儒教的な考え方から、偉い人は何もしない、という考え方があって、技術を熟練させたり、こだわり、思ったり、その技術を継承したりってことがすごく軽視されるそうなの。このことからわかるのは、韓国独特のパリパリ精神と組み合わせて考えると、彼らは学者になるという地位、つまり序列を高めることに興味があるのであって、学者になって何かを探求するという考えに至る人が少ないのよ。ああそうか、科学って多数の失敗という成果の先に少数の正解という成果があるわけだけど、韓国では失敗を失敗としか見ないから、早く早くパリパリの精神ですぐに成果が出せないと無能扱いされるのか。そういうこと。まあ、このあたりは韓国に限らず日本や他の国でも失敗を失敗という成果と考えない人が多いから、それはそれで問題だけど、韓国の場合にはそれが極端に特化していて、1、2年で成果が出なかったり、日本がノーベル賞を取った分野があったりすると、それまでの蓄積を放棄してそっちに人も予算も移ってしまうのよ。いや待て、さすがにそれはうぷ主の主観が入りすぎてないか。韓国にだって一つの分野に集中する人はいるだろうし。いる、というのと、それが主流、というのは別問題よ。実際、韓国人の望みって偉くなって他人に指図すること、の場合が多くてね。この中央日報の記事で毎日新聞の記者が書いているように、韓国ではみんな偉くなるために必死で勉強と競争を繰り返していて、勉強ができる成績優秀なエリート以外には価値がないとみなされているの。この記者は失敗を繰り返しながら長期間の基礎研究をする人を育てるのは事実上不可能ではないだろうか、と書いているわ。ああ、これじゃ失敗という成果、なんて考え方は出てこないな。そういうこと。そもそも彼らは、この世の中には常に一つの正解が存在している、と考えているでしょ。なのですぐに結果が出せないと、正しさを選べないイコール無能、とされてしまうのよ。だから彼らは基礎科学を避けたがるの。なんかこう、韓国って価値観そのものが基礎科学と相性が悪いのか。でもここまでわかっているなら、変えていこうって動きもありそうなものだが。一応韓国は15年くらい前から日本のように基礎科学に力を入れるべきだ、とメディアや政治家が訴えているけど、みんながみんな自分はできているけど他人が悪い、と考えるから、そこから一歩も進まないのよ。なんだかなぁ。ちなみにね、この韓国の特徴がよくわかる事例があるのね。ABU ロボコンってあるでしょ？ああ、あの大学生が毎年違うお題でロボット作って競技するあれな。韓国って、数学オリンピックでは良い成績を毎年出しているけど、ロボコンではまるで成果が出せていないの。なぜかわかるでしょ？答えが準備された問題を解くのは得意だけど、自分で答えを作るのは苦手ってことか。そういうこと。さてマリサ、ここからが本編開始よ。今日は早めに終わったな。帰ってゲームでもするぜ。返さないわよ。
霊夢よ、私に何か恨みでもあるのか、それともド S なのか。バカなこと言ってないで続けるわよ。それでね、ここまでなら韓国は常に日本を意識している程度で終わる話なのだけど、この動画のテーマは日韓問題だからね、当たり前だけど続きがあるの。それが胃がん汁ってやつか。そう、過去動画で韓について解説したけど、その中で韓とは原理上レストランで隣の人が自分より良いものを食べていた、これだけでも蓄積されると説明したでしょ。ああ、なんか自分は常に正解を選択していると考えているから、正解を選択しているはずの自分を差し置いて他人が成功すると、なんで自分じゃないんだと考えて韓がたまるんだよな。そうそう。でね、当たり前のことといえば当たり前だけど、韓国人の多くは日本人がノーベル賞を受賞すると強い反を感じるの。そこで考えてほしいのが、彼らは自分の正しさを証明しようとするとき、韓国が日本人から嫌われる原因は何？って解説したように、相手の劣等性の指摘をして自身の正しさを証明しようとするわけね。まさか。そのまさかよ。この記事でも書かれているけど、韓国では自分がいかに正当であるかを説明するために、第三者の前で相手の劣等性の指摘をしまくるのね。そしてその行為に韓国では固有名詞があって、胃がん汁と呼ぶの。もしかして私たちが反日って認識しているのもこれなのか。全部じゃないけどこれは大きな要素のうちの一つね。日本人がノーベル賞を受賞したら、韓国人たちは自分たちの方が優秀だとアピールするために、いかに日本が劣っているかを世界中でアピールするのよ。そんな無茶苦茶な、完全に八つ当たりじゃないか。でもそういうものなの。ちなみに、ちょっとソースを掘り出せなかったのでうろ覚えになるけど、さっき名前が出てきた室谷氏の記事で、ソウル特派員時代に韓国メディアに特定の韓国人を褒める記事を寄稿したら、別の韓国人が電話をしてきたり時には乗り込んできて、いかにその人物が劣等かを長々と解説する人がたびたび現れたそうよ。うわ？つまりね、日本人がノーベル賞を取ったり、あるいは国際的な評価を受けたりすると、韓国人たちは強い反を感じて、いかに日本が劣等かを世界中にアピールしようとするわけね。でもなんで日本に対してだけそんなに必死になるんだ。以前から何度も説明しているでしょ。韓国では、日本の文化は全て韓国が教えてやったものであり、日本人という民族は韓国人の劣化コピーでしかない、と考えていると。だから韓国人の多くは、日本が評価されると自分たちの功績を奪われた、と感じるのよ。こんな理不尽どうしろって言うんだ。それも前から説明しているでしょ。決して深入りせず、何があろうと無感情に事務的に対応し、リソースの多くは韓国がアピールした第三者に向けるべきと。まあ、それくらいしかないか。まあでも、これでなんで韓国が日本人のノーベル賞受賞者にこだわるのかは分かったでしょ。そんなわけで今回の本編はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。一つ感想いいか。何？疲れたぜ。マリサ、そろそろ慣れなさいよ。韓国に限らず、国と国との違い、ってそんなものの場合が多いのよ。要は相入れない場合、そういうものと割り切って、しまって、どうやって住み分けるかを考えればいいのさ。まあ、理屈じゃそうなんだろうがな。それはマリサがまだ日本人の基準を絶対視してしまっているからだね。完全に割り切っちゃえばいいんだよ。彼らは我々とは根本から違うんだ。って。そんなわけで今回はここで終わるわ。また来週。